どうもカマスです。今日はこちらミカサのアルムンドシリーズの最新機を蹴ってみたいと思います。こちらミカサのアルムンドシリーズ FT550B は2021年度の全国高校サッカー選手権大会で使用される公式球になります。昨年まではプーマがスポンサーをしていて、まあ、プーマのボールだったんですが、2021年度はミカサが協賛してこちらのボールが使用されることになりました。まずこちらミカサアルムンドの特徴なんですが、内部構造を一新した次世代のゴムチューブ、サッカーボールに求められる空気圧の保持に成功、リバウンドとボールの跳ね返り速度も同時にアップ、総合的に跳ね返り性能が向上したことにより速いボール運びのスピードサッカーに対応。また表皮素材が新しいものに進化してクッション性と耐摩耗性が向上、表皮面にはサッカーボールで主流デザインとなっている微細な凸エンボス加工を施し高級感を演出、柔軟性のある表皮素材と厚みを増したスポンジフォーム層の組み合わせにより表面のクッション性が向上。またこちらのデザインはボールの回転方向を認識しやすいようにアルムンドデザインを採用し、デザインと視認性の向上を有効したものになっています。触った感想としては、まあ、表面の素材が非常に柔らかくてクッション性があるなというふうに思いました。まあ、トラップがしやすかったりロングボールが蹴りやすくなってるんじゃないかなと思います。まあ、表面が柔らかいのでもしかしたら無回転になりやすかったりカーブがかけにくいんじゃないかなと思うので、まあ、後で蹴ってみたいと思います。こちらのアイアスフィナーレと比べてみてもやはり表面の素材がだいぶ柔らかいように感じます。このパネルとパネルの間のつなぎ目の深さがあるかなというふうに思います。そのことで、まあ、雨天時や、まあ、水をまいたピッチなどでは隙間に水が溜まって多少重くなってしまうんじゃないかなというふうに思います。見て、まあ、正直思ったよりも蹴りやすかったなという印象があります。個人的にはこの表面の柔らかいボールが苦手で回転していても不規則な変化をしてボールの軌道が定まらないようなものが多いんですけど、このアルムンドは表面の皮が柔らかいだけじゃなくて反発性があるのでトラップや熟精度軌道がすごくいいなというふうに思いました。まあ、ただ思っていた通り個人的にはカーブはかけにくくて無回転になりやすい、ただ変化はあまりないかなというふうに思います。